それでは B プラス株式会社第2四半期決算説明会を開催させていただきたいと思います。本日は当社の決算説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。本日の目次でございますが、まず1番目といたしまして、2023年3月期第2四半期の業績の概要についてご説明申し上げます。続きまして、事業の業況についてご説明申し上げます。 2023年3月期第2四半期業績概要でございます。2023年3月期、期第二四半期業績のハイライトでございます。直販営業に加え、販売パートナー経由の販売に注力してきたことが方向し、導入企業の増加によるストック収入が順調に増加し、売上高は前年同期比プラス4700万円、112.6%の 4億 2, 万円と増収増収効果に加え今期から会計上の見積もりの変更によりソフトウェアの減価償却費が減少したことが寄与し営業利益は前年同期費プラス6300万円増益の4600万円となり第2四半期としては上場後初の利益を計上させていただきました。 続きまして業績のハイライトの続きでございますが売上高は前年同期比プラス4700万円112.6%の4億2400万円と引き続き伸長しました2018年4月の上場以降過去最高を更新しております新規契約によるストック収入の増加に加え会計上の見積もりの変更によりソフトウェアの減価償却費が減少 前年同期費マイナス6100万円したことが寄与し売上原減価における計画的な先行開発投資に伴う労務費や外注加工費の増加を吸収し経常利益は前年同期費プラス6300万円増益の4400万円親会社株主に帰属する市販基準利益は前年同期費プラス6300万円増益の4300万円となりました。 現在ご覧いただいている下の表に売上高、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益を示させていただいております。ストック収入は前期からの新規導入者数の増加が寄与し、前年同期比プラス1,200万円、104.7%の2億8,100万円と着実に増加しております。 売上高は前年同期比プラス四千七百万円の四億二千四百万円と。二千十八年四月の上場以降、過去最高を更新しております。スポット収入は前,前年同期比プラス三千四百万円の百三十二点ゼロパーセントと増加しております。既存導入先の追加開発案件などのアップセルもあり。当第二四半期累計では開発を伴うスポット収入が進捗しております。 ストック収入は、比較的大口解約の影響があったものの、引き続き着実に増加しております。売上高の3分の2を占める大きな柱に成長しております。ご覧いただいているスライドの下,下部の方に、えー、売上高、スポット収入、ストック収入のグラフを示させていただいております。 続きまして、第2四半期の導入状況についてご報告申し上げます。スポット受注件数は42件、こちらは前年同期比マイナス6件となっております。販売パートナー経由での契約が立ち上がり、契約者数は前年同期比プラス18社、111.1%の180社となり、着実に増加しております。パートナー戦略に加え、つながる機能である B プラツコネクトをはじめ、 サブスクリプション関連法令関連法令などへの対応など顧客ニーズに対応した積極的な機能強化強化も着実に方向しております。スポット受注件数の推移と契約者数の推移をグラフにご示し申し上げております。続きまして第2四半期連結損益計算書についてご報告申し上げます。 売上高でございますが、ストック収入が新規導入者数の増加により、前年同期費プラス1200万円104.7%と着実に増加、スポット収入は開発案件が伸長し、前年同期費プラス3400万円132%となっております。売上原価でございますが、引き続きソフトウェア開発投資を継続しております。会計上の見積もりの変更により、ソフトウェアの 原価消却費が前年同期マイナス万円となっております。販売費及び一般管理費、人材の採用を積極的に進めており、採用教育費を含む人件費が前年同期費でプラス400万円増加しております。続きまして、第2四半期連結貸借対象表でございます。流動資産は、 現預金及び売掛金の増加に伴う増加によりまして、12億5700万が資産合計となっております。そのうち流動資産が6億1400万、固定資産が6億4300万でございます。固定資産でございますが、計画的かつ継続的なソフトウェア開発投資を推進しております。続きまして、負債合計でございますが、7億5700万、流動負債でございますが、 3億6700万こちら1年内返済予定の長期借入金の増加の増加となります。それから固定負債でございますが3億8900万こちらは長期借入金の増加にあたります。純資産でございますが4億4000万から5億円に増加しております。こちら自己資本比率は39.4％前期末が45.1％でございました。 続いて第2四半期連結キャッシュフロー計算書についてご説明申し上げます。営業活動によるキャッシュフローでございますが、前期、前期同期と比べまして3700万増え9800万となっております。投資活動によるキャッシュフローはマイナスの1億5000万、財務活動によるキャッシュフローが2億1100万、現金および現金同等物の増減額は1億5900万、 現および現金同等物の市販期末残高が4億トンで500万となっております。事業の状況について、続きましてご説明申し上げます。事業の動向でございますが、DX ・デジタルトランスフォーメーション支援のプラットフォームとしての事業が推進しております。新型コロナウイルスの感染拡大により、コンタクトレスエコノミーへの対応が求められております。 当社主力製品であります B プラッ,ツプラットフォームエディションはそのような新たなステージに向かおうとする企業の取り組みを後押ししあらゆる産業のビジネス変革に貢献することで一層の支援を受けるものと期待しております直販営業に加え販売パートナーの拡充強化により契約者数の拡大に引き続き注力しておりますさらにデジタルトランスフォーメーションを目的とした新しいデジタル競争を生み出すための サブスクリプションプラットフォームとしての提案を強化しております新サービスといたしまして B プラスコネクトを通し通して新しいつながり新しいデジタル競争を促進してまいっております自社のサブスクリプションサービスを他,業他事業者のサブスクリプションマーケットプレイスを通じて提供できる B プラスコネクトの提供を推進しております 大手のサブスクリプションマーケットプレイスを展開する事業者に自社のサブスクリプションサービスを登録し新しい顧客層にサービスや商品を提供することや複数の B プラスの利用者が集まって一つのマーケットプレイス型サイトを新たに開設することによりスマートシティやスマートビルディングといった個々の目的に合った新たなマーケットプレイスに参加する各企業がサブスクリプションを簡単に取りまとめ 新規のビジネスを立ち上げることが可能になります進化を続ける世の中のニーズに合わせサブスクリプションを作る管理するという時代からサブスクリプションを使いこなして新しいつながり新しいデジタル競争を行う時代に向けたサービスの提供をしていくことでサステナブルな社会へと貢献しております。販売体制の強化でございますが 販売パートナーの皆様はこちらの通りとなっております主要トピックスについてご紹介させていただきます2022年7月7日の公表でございますが社内のサーズサービスやサブスク契約の管理のためのクラウドサービスサブカンを IT 流通会社やシステムインテグレーター様経由で提供を開始しております 当初のパートナー様といたしまして、ソフトバンク様の100%子会社である SBC&S 株式会社様、日本電気株式会社様と契約を締結し、これまで直接販売だけを行ってきておりましたが、パートナーさんを経由したお客様への提案を開始させていただいております。10月3日にこちらの発表をさせていただいております。 当社の主力製品であるサブスクリプション統合プラットフォーム B プラッツを刷新し、新バージョンを10月より提供を開始することを発表させていただいております。急速に変化、変容する社会を支えるサブスクリプションインフラへということで、これまでバージョン2というものを提供させていただいておりましたが、バージョン3ということで、新たに刷新した B プラ,ッツプラットフォームエディションを提供を開始させていただいていることになります。 バージョン3の大きな特徴は、ちょっと字が小さくて恐縮でございますが、つ、え、な、ー、がる仕組みである B プラツコネクトを強化していること、2番目としまして、我が国における各種法令への対応を強化しておること、3番目として B プラツが収容、運用されているクラウド環境の高度化、えー、効率化などを進めさせていただいております。事業の内容について、 ポイントをご紹介させていただきたいと思っております。こちらの図、あの以前から当社の目指しているサブスクリプションの市場ということでご紹介をさせていただいておりますが、第1段階から第3段階までサブスクリプションが変化してきますということを示させていただいております。第1段階は昔からある継続課金というものでございまして、どちらかというと対面型で紙で契約したものに基づいて、 新聞が毎月届きますよと言われているような課金を毎月しますよと言っているような段階からですね2番目にあります近年注目されているサブスクという言葉も出来上がっておりますがゲームや音楽それから動画の配信サービスのような無形物を定額で見放題聴き放題のようなサービスそしてトヨ,タトヨタさんのキントさんをはじめとするような もの,のサブスクと言われているいつでも利用が可能で定額で課金されるようなサービスというものが市場に認知がされておりますそして私どもが最も注力しておる分野になりますけれどもこれからのサブスクリプションというふうに書かさせていただいております d a ス s と言われているようなデバイスアザーサービスのような分野それからここ数年非常に商品化も進んできておる インターネット・オブ・シングスとモノの,のインターネット化と言われている製造業さんのデジタル・トランスフォーメーションの中心分野それからロボットアズやサービスのようなものをサービス化していくというような流れの中のモノプラスことという分野であったり、まあ、それらをさらに組み合わせて、えー、サービスのエコシステムを構築していこうであったり。 究極なとと、ころでいきますとスマートまると言われているスマートファクトリー、スマートビルディング、スマートシティと言われているようなサブスクリプションを前提としてさまざまな事業者さんが参加をする形であるサービスが出来上がってくるようなモデルというのがますます本格化してくるというのが昨今の市場の変遷というふうに考えております。これらの大きな流れの中で当社もちろん単体での月額課金も可能なんですけれども 当社が業界をリードするつながる機能、そして重量課金の機能、それから物もことも管理ができるというワンストップサービスであるサブスクリプション管理ツールというところで、これらの流れの中で当社が事業展開をさせていただいているということになります。今のお話ととちょっと似ている部分もございますが、 もともと物事にしましょうということでサブスクというのは考えられつつありましたが第二段階のところに最近は来ているかなというふうに思います。デジタルでのつながりを重要視してサブスクリプションとは顧客との環境をアップデートできることですよというのが、まあ、皆さんが今注目しているような分野かなと思いますけれども当社にお客様としてご依頼をいただくようないわゆる日本を代表する企業様のデジタルトランスフォーメーションは 徐々にこの第3段階のところに入ってこられておりまして、IoT、ビッグデータ、企業間取引というようなところをサブスクリプションという継続的なお客さんとの関係に基づいて作り上げていくと、さらにはそれらを使った社会基盤として産業を超えてデジタルでつながるという分野に広がりつつあるというのが現状というふうになっております。 当社の仕組みも進化してきておりまして、本日も B プラスコネクトという新しいサービスについて何度かご紹介させていただいておりますが、当社の B プラス1番目の領域としましては、単体の事業者様がサブスクリプションを自分で商品化しようというときに、一事業者様でお使いいただくことももちろん可能なんですけれども、そういった形でご入いただいた会社様が、別の会社様の商品もサービスも仕入れて販売、一緒に販売するというようなことが、 ございますでその仕入れ元ともつながりますし日本の製造業者さんとは特に直接販売ではなく販売店さんを経由したりとかサポート会社さんを経由して販売することがあの一般的な省流ビジネスモデルとなっておりますので販売店さん側にもサブスクリプションでエコシステムが必要というのをこの2番目で実現させていただいてきております、まあ、こういうコンセプトの中でこの B プラスコネクトというのを発表させていただいているんですが これまでは一事業者様の仕入れ先と販売店さんがつながるということを施行して B プラスは提供させていただいてきたんですがこの B プラスコネクト以降今現状の V3 は特にこれらを注力しているんですが全く知らない会社様同士が B プラスをお使いいただいているという前提に立てばですねどのお客様とも B プラス同士がつながるという機能を提供させていただこうというのが B プラスコネクトでございまして 先ほど申し上げたスマートるっというのをなんか実現しようといったときにさまざまな業種業界の方々がサブスクをお持ちの場合 B プラス同士であればスマートまるというものを非常に簡単に実現することができるでしょうということをご提案させていただいてきているということになります B プラスコネクトを通してスマートでサステナブルな新しい社会であったりゼロカーボンシティを目指す新しい都市であったり デジタルがつながる新しいデジタル流通と言われているようなまあこれらのテーマに対して当社の新しい提案というのをまあ昨年から始めさせていただいているということになります。こちらは当社のシステムの機能一覧ということになります。一二三と番号を振らさせていただいておりますが一番下のブルーの部分がいわゆるあの管理機能ということで B プラスをご導入いただいた会社様が 事業者様自身がお使いいただく機能を揃えております。事業者様が当社のものを申し込んでいただきますと、クラウドサービスから、私ども s a ズ s として提供させていただいてますので、専用の ID、パスワードがご提供させていただいて、そこから入りますと、これらの機能が使えるということになります。このブルーの,上の,ブルーのエリアの上の2行は、どのメニューでお申し込みいただいてもお使いいただく、まあ、いわゆるサブスクリプションの基本機能という部分になります。 下の産業がちょうどこの3、4年、注力してきております、オプション機能というのの開発を進めておりまして、自分たちの事業に合わせて必要な機能を追加でお申し込みいただけて、それをモジュールとして管理画面にぽこっと機能が追加されるというような提供の方法をさせていただいております。特に去年ぐらいから契約書、それから電子サインというようなものの機能をご提供させていただいておりまして、 先ほどあの10月に発表させていただいた分散の中でも出てきますとおり、えー、皆様もよくご存知の電子帳簿保存法であったりとかインボイス制度への対応というのは、えー、来年度にこの優勝オプションのような形でご提供をさせていただこうというような流れになっているということでございますそして上の部分の2番目の部分が、えー、マーケットプレイスストアというふうに呼んでおりますが、えー、自分のブランド独自ブランドで独自ドメインで 自分たちが登録したサブスクリプション商品とコネクトでつながった仕入れ先さんからの商品を一緒のストアフロントで提供することが可能になっています。でさまざまな商材をサブスクリプションとして契約行為などをウェブ上で実現できるカートの機能みたいなものが当社の特徴ということになります。で3番目のところでございますがこちらがマイページとなりましてサブスクリプションで一番重要になってきますお客様が何を契約をしていて 何を使ったのでおいくらになるといったような明細がですね毎月この B プラスお申し込みの事業者さんのブランディングでお客様に対してウェブ上を通してデジタルでお見せできるというような機能になっております。そこから契約の変更や解約などの手続きも簡単にできるという仕組みがこれでもあの現在求められておりまして、それらに適用した仕組みというのを提供させていただいているということになります。 で緑色の部分でございますが B プラスこの1番2番3番がセットで単体でお使いいただくんですけれどもこの緑色の部分が矢印でつながるようなイメージでございまして左側の仕入れの方につなげますともう一個別のこの B プラスの右側から注文が来て請求が流れていくという形でこの123の B プラスの単位でポコ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 つながるというのが B プラスコネクトの特徴ということになります。 B プラスと他社様、競合他社様との比較ということになりますけれども、当社が先ほど申し上げた青い部分の一番の管理機能の部分と、それからオレンジ色の部分でストアフロント、それからマイページを持っているというところに対,応対抗して、他社様はどちらかというと、やはり会計ソフトのような形で管理する、料金を計算するという仕組みの会社さんが多いということになります。 で私どもそこと比べますとお客様との接点で、まあ、プラス単純なストアだけじゃなく他社さんの商品のようなさまざまなルールの商材を一つでワンストップで提示して販売ができるという、まあ、マーケットプレイス機能までをパックしてワンストップで提供するという強みがあるということになります。それから、えー、今日の,あのテーマの多くになりますがコネクトということで日本の商習慣もございますし 皆さんが省流と言われているものそれからスマートシティなどのつながりが必要になってくる部分というところの新しいビジネスのつながりというところまで B+ は施行して提供しているということでタたタンがどちらかというとサブスク化しませんかという、まあ、サブスク化プロダクトアウトのままの考え方のところに比べますとビジネスモデルやお客さんとの接点を変えましょうというテーマで当社はサブスクリプションに向かい合っているということになろうかというふうに思っております。 先ほどの画面イメージでございますが、1番、2番、3番でお示しのとおりとなります。1番目が先ほどありました管理機能で、皆様がご覧いただく、事業者様がご覧いただくようなバックオフィスの機能ということになります。まあ、サブスクリプションというのは、実は一概に考えるより非常に複雑でございまして、例えば日付の管理であっても、注文日、契約の開始日、課金の開始日、 それから変更日課金の変更日などのような複雑な管理が必要になってくるわけなんですがそれらをワンストップであの、えー、豊富なノウハウで提供させていただいている管理機能ということになります。で2番目のところはあのブランディングが自分のところであの変えていただけるようなマーケットプレイスの機能というのを先ほどご説明のとおりになります。 右のマイページの機能でございますがこちらも色やデザインを変えることができるんですけれども自分の独自ブランドでスマートフォンや PC に合わせた画像で自分の契約情報などをご覧いただくということが可能になっている機能ということになります。ちょっと繰り返しにはなりますけれども特徴でございます特徴の1番目でございますがものとは異なって複雑なビジネス条件期間や課金それからルール重量などの、まあ、いろいろなルールがございます。 これらの商品に紐づくこと商材を複雑で複数なものを一つの仕組みで提供できるというのが強みということになります。二つ目でございますが契約のお申し込みだけではなくてですね変更や解約といったようなもののお客様のアクションをオンライン上でマイページマーケットプレイスを通して通して実現することが可能ということになります。三つ目でございますが導入会社さんが1社でバックオフィスの管理機能として使うだけではなくてですね 取引全体がエコシステムがつながる仕組みということでサービサーとサービシーがつながることを実現しているというのがあの私どものコンセプトであり実現している仕組みということになります積極的な機能開発を進めさせていただいておりまして B プラスコネクト第一号ユーザー様がトヨタサマーグループのトヨタファイナンスさんでございますけれども 全国のトヨタのディーラーさんを経由してサブスクリプションを提供していくというようなところでお使いをいただき始めておるというところでございますが B パスコネクトを中心に先ほど発表させていただいた V3 という新しいバージョンに向かって機能強化を進めさせていただいております。 当社のミッションも創業来サブスクリプションを全てのビジネスにというテーマでこちらは変わらずもちろんお客様のサブスク化というのを推進させていただいておりますが新しいメッセージを加えておりまして新しいつながり新しいデジタル競争ということを新たな市場へのメッセージとしてビジネスを取り組まさせていただいているということになります。 サブスクリプションビジネスに取り組まれる方も製造業様は特に新しいビジネスモデルに取り組むというときにあの慣れてらっしゃらない事業になりますので当社は100%子会社のサブスクリプション総合研究所の方でコンサルティングや啓蒙活動というのを実行させていただいておりそしてシステムの導入のところからは B プラスという形で。 ご提案の段階から運用,のと運用のところまでですね、お客様に寄り添った形でご提案を続けさせていただいております。売り上拡大のイメージでございますが、きょうの報告のところでございますもうありましたと通り、スポット収入というものと、導入後の月額ストック収入ということに大きく分かれます。スポット収入というのは、私どもの B プラッツを初めて事業者さんが使いますよというときに、初期費用というものと、 先ほどございましたとおり、オプションを選んでいただいてこのオプションを使いますよというものに合わせた初期費用というのを頂戴しておりますでお客様によっては導入の仕方のところを少しサポートしてほしいということで導入支援をいただいたりとかその前に優勝の環境で検証をしてみたいであったりとか一部初期の開発を実行してほしいというようなところはスポット収益という形で受注をさせていただいて納品をさせていただくということを 対応させてていいただいていますで必ず初期費用が始まりますと、えー、翌月から月額の契約が始まりまして、月額の固定費、それからオプションにも月額の固定料とのを決めさせていただいておりまして、えー、この2つが毎月の当社の収入ということになります。そして、えーおつか、お客様でのビジネスが活性化してきますと、月額の使用料の部分ですね、売上に応じて頂戴するオレンジの部分。 そしてお客様は、また私どものバージョンがサブ、私どもの B プラスもサブスクリプション型でお客様にプライシングを提示させていただいておりまして、もうちょっと上の機能とか、もう少しつながる機能を強化したいというようなときには、プランをアップグレードしていただいたりとか、追加で提供させていただくオプションをご購入、追加をいただいたりというようなことによって、いわゆる顧客単価というものをアップしていくというような営業展開をさせていただいております。 まこれらがサブスクリプションの事業として継続していくということで、ま当社の将来にわたる収益源として月額のストックをこう積み上げていくというようなビジネスを展開させていただいているということになります。まあ、こちらあの先ほどありました有償のオプションというのはあのたくさん先ほど。 開発して提供していることをご覧いただいたかと思うんですけれども事業者様が新たな事業を展開するようなツールになりますのでさまざまな機能のニーズが出てまいりますこれらを優勝オプションとして提供し続けておりますのでこれらが必要になったタイミングで皆さんオプションを増やしていくということになりますので当社のビジネスモデルとしてはこの企業お客様単体でのストックのボリュームを上げていくということを いわゆる三次元的に増やそうということを取り組んでいるということになります。事業系統図でございますが当社先ほど申し上げた直販モデルとですね上部が直販でのモデルそれから下の方に書かさせていただいているのが販売パートナーを経由したモデルということになっております。 全て同じ形式で先ほどのスポットと月額と重量を直販で売るかパートナーさんを経由して販売させていただくかというような形になっております。会社概要はご覧いただいたとおりでございますが現在資本金が5億2729万円、従業員数が59名ということになっております。子会社といたしまして株式会社サブスクリプション総合研究所と それから株式会社サブスコアを運営させていただいております。はい、えー、以上で前半のご説明の終了とさせていただきます。お付き合いいただきましてありがとうございます。最後に社長の藤田よりご挨拶がございます。藤田社長よろしくお願いいたします。改めまして、リープアツ株式会社藤田でございます。日頃より当社もご支援いただき感謝申し上げます。 当社の事業状況といたしましては、先ほどご質問の中でも答えさせていただいたとおり、サブスクリプションという言葉もようやく認知が広まってまいりまして、私どもの事業モデルについても世の中の理解が進んできたというふうに考えております。一方、製造業様をはじめとするデジタルトランスフォーメーションというのは、なかなか日本は遅いというふうに言われておりましたけれども、 ウィズコロナの時代に向けて、えー、ようやくこう企業様が事業化というのも見えてきたかなというふうに思っております。まあ、複雑な環境下ではございますけれども、まあ、しっかりとその中で新しいビジネスを作っていくというところを実現して、えー、計画を進めていきたいというふうに思っておりますので、ぜひこれからもご支援をよろしくお願いいたします。本日はどううもありがとうございました